そう、一番バレない。それを、ね、それをあえて現場で歌うから、あ、え、なになにね、でもよく見えてないの、いろんなことね、あまり一生懸命さね、そうそうよ、それをね、現場で歌うから、うん、そこがあのライブのね、良さなんですよね。あ、そうなんだ、いいかったよ、提供と思ったんだけど喉の調子が悪い時とか、でもね、それをね、あの今日はどんなかなって見に来てくれるお客さんがいるから、うん、そこがね、あのライブの良さだと思ってます。はい、マリがそんなこと言ったから、もう次からみんなどんなかなって見るからね、いや、どんなかすごいよ。でも歌もしっかりだし、あと木琴もね、しっかり現場で音も外さない先生。絶対見えにくいはずなのに。見えにくい。ここで見てますか？見てるからね。そうだね。目で見てます。見えてるからね。皆さんと同じです。ちゃんと見えておりますので。いやでもいいですね。あの今年は年始から実は一緒にね、そうなんです。番組させていただいて。はい、で楽しかったですね。ね、うん、で今年は今日が2回目だから、また年末までいろいろね、一緒に仕事できたらなと思います。